福祉とのバトルです。襲いかかる虫タイプのポケモンを相手に挑戦者はどう戦うのでありましょうか。激しい攻撃、よし、ヒット。おっと、特殊防御力がダウン。あ、こちらは、おっと、攻撃をものともしていません。白熱したバトルが続いております。ここで10万ボルトだ。いや、十分。やっと近くたか。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでストライクの登場だ。さあ、熱戦が続いております。強い攻撃、逆転をついた。さあ、これは軽く当たった。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで体力回復だ。ここで一発、おっと、これは外れ。さあ、激しいバトルです。鋭い攻撃、ここでノックアウト。さあ、この強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでウツドンの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。さあ、熱いバトルが展開されております。ここで太鼓技術、決まった。これは効果的だ。これで勝者決定です。ここでステージクリア。次はトカネジムのメンバーが相手です。最初の対戦者はミニスカートのユカです。さあ、まずはアンクリッパス。おっと、これは厳しいヒット。一撃でダウン、早すぎるダウンです。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでニャースの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。この攻撃、軽いヒット、小さなダメージ。
ここで地震攻撃、一撃、一撃で崩れ落ちた。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでゴマゾウの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。この攻撃ダメージは大きいぞ。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。惑わされず冷静なバトルを繰り広げてほしいところ。ここで波乗りだ。効き目十分。あっと早い、いきなりダウン。初めから大変なバトルになっております。ここでエイパムの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。強い攻撃、激しいヒット、おっと素早さがアップしました。さあ激しいバトルです。さあここで軽い一撃、いった。よし、やっと力尽きたか。さあ、この強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでメリープの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。さあ熱いバトルが展開されております。ここで一発、重いヒット、これで特殊攻撃に強くなりました。両者とも大健闘です。さあ一気に、あいったー。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。
リーダー茜とのバブルを迎えました。彼女の繰り出すノーマルタイプのポケモンの技のキレは天下一品。心して勝利を掴んでほしいところ。さて、激しい攻撃、いい当たり。さあ、こちらは軽いヒット。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで波乗りだ。ヒット、いい感じです。おっと、皮一枚で繋がった。さあ、この場面で軽く当たった。さあ、決戦が続いております。ここで体力回復だ。さあ、ここで軽い一撃。朝やまだ余裕しゃくしゃく、朝や疲れを見せております。良い攻撃。よし、おっと、ダウンだ。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでピクシーの登場だ。さあ、激しいバトルです。この攻撃、おっと、中心に一撃。ここで一発、おっと、攻撃が外れた。さあ、熱いバトルが展開されております。ここで太鼓技術、当たった。あーっと、崩れ落ちた。さあ、ポケモンは残り1匹。ここで赤い花の登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。白熱したバトルが続いております。おお、これは効いている。